サー・ウィリアム・ウィルソン・ハンターは、スコットランド出身のインド高等文官、歴史学者、インド帝国知事の編纂で知られる。ハンターは、グラスゴーで生まれ育ち、1860年に、グラスゴー大学を卒業した。その後パリとボンでサンスクリットを学んだ。1862年に、インド高等文官として赴任した。1868年に古記録をもとに、 イギリス統治下のベンガル辺境地方の歴史を表した。ヒアーリア民族、特にサンタル人とサンタル語について詳しく記している。1872年に続編のオリッサを出版した。1868年にヒアーリア諸言語の分類単語集を出版した。ブライアン・ホートン・ホージソンがあるになって収集した語彙集などを元にしている。 辞書に付属する論文でハンターは、ヒアーリア諸言語が、インドヨーロッパ語族の到来以前からインドに住んでいる、原住民の言語であると主張した。1869年、インド総督の名誉伯爵は、ハンターを、インド全国の知事編さの責任者に任命した。1871年、ハンターは、インド政府の統計長官に就任した。 ハンターは自らベンガルアッサム地方の調査を主導し、ベンガル統計報告、アッサム統計報告を編纂した。他の地域の報告書を合わせると、全部で128冊、6万ページになった。インド帝国地史これらの報告書をもとに、ハンターは1881年に、インド帝国地史を出版した。初版は9冊からなり、地名のアルファベット順に配列されている。 第2版は1885年から1887年にかけて出版され、14冊からなる。ハンター没後の1908年には26冊に増えた審判が出版された。インド帝国地支中のインディアの項目に関するハンターの記事は、後に独立したインドの外説書として出版された。ハンターは1880年に、 学校用のインドの歴史教科書を編纂した。この教科書は版を重ね、1907年に24版に達した。ハンターは1881年から6年間、インド議会のメンバーを務め、また、カルカッタ大学の副総長を務めた。1887年に退任して帰国し、オックスフォードに住んだ。オックスフォードでは、 複数の著者によるインドの統治者たちシリーズを編纂した。ハンター自身はダルハウジー公爵と名誉白爵の時代について執筆した。他にこの時期に出版した著書には以下のものがある。1898年から1899年にかけて病気の息子の見舞いのために幕府へ旅行した。帰国後インフルエンザを発病し1900年に没死した。 裁判連にイギリス領インド帝国の歴史を書いた。前後巻になる予定だったが、生前に出版されたのは一冊のみだった。没後に第二巻が出版された。1869年にグラスゴー大学の法学博士、1889年にオックスフォード大学の修士、1887年にケンブリッジ大学の名誉法学博士の学理を送られた。 1878年にインド帝国勲章のコンパニオン。1884年にインドの星勲章のコンパニオン。1887年にナイトコマンダーを受賞した。ハンターは王立アジア協会の副会長であったほか、国内外の多数の学術団体の会員だった。ハンターはインドの固有名詞を綴るために独自の本字方式を開発した。 この方式は早く1869年7月にできていたが、インド帝国知事でこの方式を使用することが1870年に承認され、1871年にインド固有名施政処法ガイドとして出版された。ハンターによると、当時行われていた本人方式では、母音の綴り方に関して3種類の異なる方式が行われていた。 英語の母音の綴りをそのまま持ち込む方式短い母音を UIO、長い母音を AAO と記す方式短い母音を AIU、長い母音をと記す方式このうち最後の方式を採用した。しかしこの方式はダイアクリティカルマークが多すぎる問題があった。ハンターは50あるサンスクリットの文字を26しかない、ラテン文字で正確に表記するのは無理であるとし、 死因については、ダイアクリティカルマークを使わず、対象である、英語圏の読者が、説明なしで読んでも、近似的な発音が得られるように設計した。これによって異なる音声が同じ綴りになることがあった。大都市名など、すでに固定した綴りが存在する地名はそのまま変更しない。この本字方式は後に、ハンター式と呼ばれるようになり、その後に、 多少の変更が加えられたが、インドにおけるローマ字表記の標準として使われている。溝語の聖書法もハンター式をとにしている。ありがとうございます。